いつもね、仕事の帰りにコンビニに寄ってね、ハイボール買って帰るんですけれども、最近のコンビニってね、もうほぼセルフレジになってるじゃないですか。特にね、セブン今ね、袋もお金がかかるんで、常にね、買い物袋用意してるんですよ。買い物袋用意してると、親切な店員さんは会計してる時間に袋にお入れしましょうかって言ってくれるんですけれども、それ言わないレジの人っているじゃないですか。あの人たち何なんすかね。セルフレジなんで、お金入れてね、精算して、で、それから自分で袋に入れる。で、その間、じーっと店員さん、見てるだけなんですよ。あれ、何なんですかね。多分、ああいう人って、AI にも劣るので、これからね、多分、AI に淘汰される。